ストリートファイターゼロ。不思議すぎるじゃないですか。工場に在庫があることに気がついたんですよ。本当に苦しい戦いをしました。スーパーファミコンの時代にファミコンで出してるわけですから。ストリートファイターって名前を使うしかないって思ったんですよ。波動拳。皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 岡本氏です。今日もよろしくお願いします。今日もちょっと昔話をしてみたいと思います。大阪の、支社カプコンかカプコンに働いてた時代のちょっと納得できなかった話っていうのをさせてください。ストリートファイターゼロっていうタイトルの開発にまつわる裏話になります。最後まで聞いていただいて、よかったら高評価ボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録も、インスタグラムとツイッターの方も細々とやっております。よかったらフォローお願いします。フォローしていただけると大変喜びます。今だとコメントも結構いただいたら必ず返すように心がけてますんでですね、まだ今がチャンスです。僕きっと有名な YouTuber になりますんで、今のうちにコミュニケーション深めにやっててくれたらなと思ってます。ストリートファイターゼロっていうタイトルを、知ってる方もおられるかと思います。まあ、ストリートファイター2っていうゲームの派生系だと思っていただければいいと思ってます。で、時代はストリートファイター1よりも前ということで、まあ、0、1、2、3、4、5とこう続いてるんだということで、作った順は1、2、0、3、4とこういうふうに順番でいってるんで、0を作ったのはストリートファイター2より後になります。実はストリートファイター0のグラフィックはその当時のカプコンにおいてかなり低いです。自分らが納得できるグラフィックレベルになってなかったと僕は思ってます。理由があります。ストリートファイターゼロは CP システム1で開発されてます。これね、何の話よっていうなりますよね。もうちょっとその CP システム1と CP システム2説明をします。ゲームセンターにファミコンの本体みたいなものを売ろうって作戦なんですよ。 CP システム1っていうのがファミコンで、で CP システム2っていうのがスーパーファミコンですみたいなことですよ。つまり CP システム1、僕らは CP1 って言ってましたけど、 CP1 はファミコンの本体みたいなもんで、ゲーム機の中に CP1 を入れてカセット、こんな形じゃないですけど、ゲームソフトを挿すと動きますと。で交換するのはカセットを抜いて次のカセットを挿せば全く新しいゲームになりますという考え方ですね。それはまあカプコンがやってるカプコンシステムの略で CP1 で、それの続編アップグレードされているものが CP2 というハードになります。でその時代はカプコンは CP2 を売ってたんですね。他社さんはですよ、本体とカセットをセット売りしてたんです、その当時は。で次の時にはまた新しい本体を作って新しいカセットで売ってたんです。長所は毎回そのゲーム規格に応じたハードが作れるってこと。もう一個は最新のハードスペックで作れるってこと。つまりぶん回せるんですよ。どうだって言えるんですね。代表的なのはセガさんですね。当時のカプコンはそういう馬力はなく、仕方なくってわけでもないですけど、本体とカセットで売ってました。本体とカセットで売るののメリットは、本体があるのに上のカセットの売り上げ落ちたら次の売り上げのいいカセット買いたいよねって思わせます。なのでみんなが想像してるよりは新しく交換してくれる、つまり売れますということになります。でもう一個が、同じ CP2 で作ってるから開発のノウハウがたまりやすい。でデメリットは当然、そのさっき言った最新のハードスペックで当然ならない、何年間もそれをやるのでかなりのブレーキになります。で CP1 があります、例えばセガがあります、ガーッと上がっていきます、 CP2 出します、ガーッと上がっていきますみたいな、ここですからね。この時代にこれで作ったんですよ、ストリートファイターゼロ。不思議すぎるじゃないですか。なんでそんなことしたみたいな。だから当然グラフィックレベル落ちます。スーパーファミコンの時代にファミコンで出してるわけですから、全然違うやって。そう、違うんです。もう仕方がないです、もうこれは本当に。まあもちろんめちゃめちゃ頑張らせましたよ。僕の可愛い後輩たちを鞭打って本当に苦しい戦いをしました。これにはそんなに深くない理由があります。ある時経営会議出た時に工場に在庫があることに気がついたんですよ。 CP1 の在庫です。5万とか6万とかあるわけです。なんでかって言ったら CP2 を売るときに CP1 を下取りしてたんですね。
カプコンって会社は在庫を捨てない会社なんですね。まあ当時の売り上げが想定してより高くなかったんだと僕は思ってます。でその在庫を捨てるだけの利益がなかったんだと思うんですね。ただ工場にある在庫とかスーパーミコのカセットの在庫とか全部利益とみなされるんですよ。経営としてはクリーンな経営だとちょっと僕は思ってないのもあって、僕の後輩やもっと後輩たちに負の遺産を残していくわけにいかんので、なんとか処分しようということを考えましたと。これを一撃で処理する方法はないのかということを考えた結果、ストリートファイターって名前を使うしかないって思ったんです。ゲームの質に関しては、まあ、うちの可愛い後輩たちが頑張ると。じゃあそのどうやって売るんだみたいな、どうやって処分するんだみたいなとか考えたことを仕事だとしますと、僕はこのうちの主力メンバーをゼロ戦に乗ってた人たちを服用機に乗せて戦場に出す、グラマンやばいっすよみたいな時代に、服用機でなんとかならんかみたいな。それでも結果ですよ、結果はストリートファイターゼロはものすごくマーケットで高い評価をされてたくさん売れたんです。グラフィックの担当者だって何年も前のスペックのハードデーを書いてくれって言われることは別に嬉しいことではないと僕は思ってます。ですけどストリートファイター2の時代よりも上手に書いてくれたなと僕は思ってます。そのタッチもそれまでのグラデーションみたいな言い方とはちょっと違う、アニメのようなベタっとしたタッチで描いててめっちゃかっこよかったんで、僕はもう大好きな絵なんですけど、じゃあ絵やないかと、お前愚痴るとこないやろかという話なんですけど、愚痴らしてください。工場にある在庫一撃でこの5万枚を処分しましょうって、お願いしますっていう営業にも言われるわけですよ。その当時ね、ストリートファイターってタイトルがついてることで当然そのマーケットの期待値も高いし、ゼロはタッチも変わったんでちょっと斬新だったのもあるし、ゲームのシステムが変わったのもある、これも斬新だったのもあります。全部込みで僕は評判良かったと思ってるんですけど、なんとですね、経営会議出たらですね、これを CP2 で売りましょうって言うんですよ。 CP1 で無理して作ったのに上位互換なので動かせるんですね。ファミコンで作ったのにスーパーファミコンで売ろうよ。いやそれやったら最初からスーパーファミコンって言って、それやったら苦労させへんかったから、それやったらもっとええのできたから、売り上げ良かったらこれ CP2 で売れるやんみたいな。いやそうかもしれんよと、だけどこれお前ら処分せんやろ、また残るやろって言った時に、 CP1 で売れる、 CP2 で売ったから利益抜けると、で余計に抜いた分で全部絶対にこの5万枚捨てるからっていう約束で、渋々ですよ、説明できないですからね部下に。じゃあなんで CP1 のスペックで作ったんですか、 CP2 で売って利益たくさん出たから CP1 捨てるっていう、そういう裏の手があったのかって、最初からそれやらしてくれよっていう詰められるわけですよ。結果ゼロが売れた時、約束は守られず工場の在庫はそのまま残るって。で次に言われたのが、この工場の在庫を処分する企画もう一回やってくれんか、やるかっていうね。大体ね、いろんなことで騙されたりはするんですけど、人生で一番たくさん騙された、大きく騙されたってこれです。ゲームクリエイターの大事な時間をそんな風に使っちゃいかんと思うんですよね。そういう使い方をしようとした僕が悪かったのはもちろんあるんですけど、契約書があったりするわけじゃないですよ、社内の話だから。ですけどそれを誰が最終的に決めたのかも知らないですよ。やっちゃいかんことってあると思うんですよ。やっぱりたとえ社内であっても約束は守ってほしいなと。でそういうのって、信頼を失っていきますよね。僕も部下の信頼を失いますし、僕はその時に、自分の上司に裏切られてかなりへこみましたと。しかも空の皮が厚いのか、もう一回やってくれへんかって頼みに来られるっていう、もう辛すぎます。僕の失敗のところを参考にしていただいて、俺は失敗せんぞでもいいですし、俺は人は絶対に騙さんぞとか、会社の経営するときには絶対にガラス張りの綺麗な経営するぞ、どこの部分取っていただいても結構ですけども、僕は、参考になるところがあるんじゃないかなと思ってこのお話をさせていただきました。人に裏切られるっていうのは本当辛いですっていう僕の気持ちを、今日は正直に伝えてみました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。今日はここまでになります。バイバイ。